自由人。こんにちは、こんばんは、自由人です。今日は7月26日、日本一周の旅15日目になります。今日は岐阜県中津川市のこちら道の駅しずもからスタートです。今日から長野県に入るんですけど、長野県数が多いのでできるだけサクサク回りたいと思います。説明しよう。日本一周の旅とは、日本全国の市町村1879箇所を全て制覇することである。旅の資金はサイコロの出目かける1000円が支給される。サイコロが振れるタイミングは2つ、1日1回とボーナスとして各都道府県制覇のタイミングでサイコロが振れる。それでは早速今日の真っ赤なサイコロやっていきます。いきます。あー、後ろ行った。はい、ということで今日の出目は2、2000円の支給でスタートです。今日も一日よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。8時30分になりました。本日最初のチェックポイントは長野県渚町にやってきてます。こちらは渚町の福沢桃助記念館です。今日は水曜日ということもあって残念ながら休館日だったんですが、皆さんも気をつけて来てみてください。それでは次のチェックポイント目指していきましょう。9時になりました。本日2つ目のチェックポイント、長野県大桑村にやってきました。こちらは道の駅大桑です。こちらの道の駅は伊勢神宮をモチーフにした館内になっているそうです。それでは次のチェックポイントに向けて進んでいきましょう。10時15分になりました。本日3つ目のチェックポイント、長野県阿智村にやってきました。こちら阿智村は星のふるさと阿智村ということで、日本一の星空が見える地域です。できれば夜来たかったのですが残念です。それでは次のチェックポイントを目指していきましょう。11時になりました。本日4カ所目のチェックポイント、長野県平谷村にやってきました。こちらは平谷村にある道の駅信州平谷です。今回こちらでお食事しまして、桜肉のうまか丼と五平餅をいただきました。とっても美味しかったです。それでは次の町に向けて頑張っていきましょう。12時になりました。本日5カ所目のチェックポイント、長野県根羽村にやってきました。ここではレストランや市場などがあって、オリジナルソフトクリームも食べられます。それでは次のチェックポイント目指して行ってみましょう。12時30分になりました。本日6カ所目のチェックポイント、長野県うるぎ村にやってきました。こちらはうるぎ村にあるうるぎふるさと館です。この辺りの地域ではトウモロコシが有名だそうで、トウモロコシ祭りが8月6日にあるみたいです。それでは次のチェックポイント向かっていきましょう。18時30分になりました。本日7カ所目のチェックポイント、長野県飯田市にやってきました。なんとエブリィくんがオーバーヒートして今休んでおります。一応予定としては明日修理から直る予定なんですけど、その間台車で借りたサンバーくんで
市町村を回ろうと思います。今日は今からこちらの飯田市にあるホットアップルでお風呂に入ろうと思います。それでは行ってきます。夜になりました。本日の宿泊ですけど、エブリィが今修理中なので車中泊ができないということで、今日はインターネットカフェに泊まることにしました。ちょっと費用がかかってしまいますけど、まあここは仕方がないということの出費になります。今日の実績ですけど、長野県7カ所回ることができました。予定してた数回ることができなかったんですけど、それはおいおい取り返していけたらいいなと思います。それでは今日一日ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。